こんにちは、ゆうほです。今日は日本貝菓子入門というテーマでお話ししていきたいと思います。知らなくても全然面白いんですけれども、知っていることで日本画の中に一体どんなものがあるのかっていうのを全体を通して見ることができて、より一層身近に感じられて面白いと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。日本絵画を歴史順に見ていって面白いなって思ったのが、時代ごとに文化の担い手が変わっていくことと、デフォルメ、デザイン的であること。西洋画だと本物そっくりに描こうとしてるんですけれども、日本画だといかにも絵っていう描き方をしているのが面白いなと思いました。あとは豪華絢爛とわびさびの共存で、すごく金色でキラキラした華やかな絵もあれば、墨絵のようなわびさびって感じの絵もあって、それも日本画の面白さだなと思いました。日本絵画史にもいろんなまとめ方があるんですけれども、今回は飛鳥奈良から大正昭和くらいまでというまとめ方をしています。それでは時代順に見ていきたいと思います。まずは飛鳥奈良時代です。この時代の美術の特徴は、仏教テーマの作品が多いこと、唐の文化を追いかけた作品が多いことです。絵画以外には大仏など仏像も作られました。法隆寺金堂壁画、飛鳥時代に建てられた法隆寺の壁画です。昭和期に火災に遭ってしまいましたが、アジアを代表する仏教美術です。正倉院、正倉院は現代でも人気で、正倉院展も割とよくやっています。正倉院の宝物はほとんどが奈良時代に輸入、もしくは国内で制作されたものです。平安時代、平安時代の文化の中心は貴族たちでした。この頃から日本独自の芸術文化が生まれ発展していきます。絵巻物もその一つで、貴族たちは集めたり眺めたりして楽しみました。有名なものに鳥獣戯画や源氏物語絵巻があります。地獄造紙、平安時代後期になると、人々の関心は美しいものだけでなく、病気や死、苦しみなどにも向けられるようになりました。死後、生前の行いにより行き先が決まるという仏教の考え方、六道輪廻思想の流行に伴い、地獄を描いた絵巻も作られるようになりました。鎌倉時代、鎌倉時代の美術の特徴は、現実的な表現様式です。貴族から武家社会に変わっていくので、芸術の世界でも力強い表現が求められていきます。また、鎌倉時代は彫刻ブームでもあり、有名なものに運慶、快慶の金剛力士像などがあります。伝源頼朝像、絵画の面でも写実的で凛々しい表現になっていきます。こちらの肖像画は長らく源頼朝像と伝えられてきましたが、最近では違う人を描いたかもしれないとも言われています。室町時代、室町時代になると中国から伝わった水墨画がブームになりました。また水墨画の影響を受けつつ、日本独自の発展を遂げた大和絵も制作されました。後に400年続くことになる狩野派が誕生したのもこの時代です。水墨画、室町時代になると日明貿易による中国文化の影響を受け、水墨画が本格的にブームになりました。中でも有名なのが雪舟で、力強い画風が人気です。大和絵、水墨画と並び優れた大和絵も制作されていました。こちらは作者は不明ですが、巡る四季を描いた大和絵の屏風で、右側に春夏、左側に秋冬が描かれています。屏風絵や障壁画はこの頃から制作され始め、次第に発展していきます。後に400年続く狩野派が誕生したのもこの時代です。特に二代目狩野元信は大きな障壁画を描き、狩野派の基礎を作りました。安土桃山時代、この時代の特徴は権力を誇示する豪華絢爛な表現です。屏風絵や障壁画など大きな作品が多いのも特徴です。また西洋との交易も始まり、西洋画の影響も受け始めました。狩野派最盛期、豪華絢爛で壮大な作品が得意な狩野派は、武家や将軍家から次々と仕事を任されました。徹底した教育体制により品質が安定していたこと、一つの作品を複数で仕上げる分業制をとっていたため、大きな作品も安心して任せることができました。西洋文化の影響、スペインやポルトガルとの貿易も始まり、西洋画の技法やキリスト教の考えも入ってくるようになりました。こちらの作品はイエズス会の指導のもと、西洋画を学んだ日本画家が描いたと言われています。江戸時代、江戸時代は庶民が文化の中心となり、様々な新しい芸術が生まれました。浮世絵、琳派、京都奇想派など、現代でもトップクラスに人気の絵師や作品も多い時代です。
まずは浮世絵です。江戸時代といったら浮世絵のイメージもあるかと思います。版画の作品が多いですが、肉筆浮世絵もありました。浮世絵は庶民文化の代表で、アートというよりかはメディアのイメージに近いです。値段も手軽で種類も豊富なため、当時の人たちは集めたり眺めたりして楽しんでいたようです。初期の頃の浮世絵は色数も少ないですが、時代が進むにつれてだんだんとカラフルになっていきます。特に国際ブルーとも言われるこの藍色は、江戸時代後期に西洋から入ってきたプルシャンブルーという発色の良い染料が使われています。リンパの発展。リンパは流派名ですが、とっても日本絵画らしさの詰まった流派です。俵屋宗達の風神雷神をきっかけに、大胆なデフォルメや高いデザイン性が特徴のリンパが発展していきました。リンパも狩野派と同じく400年続いたため、作品も多く、また現代でもとても人気が高いため、展示やイベント、本なども多いです。独自路線を貫く京都画壇、伊藤若冲、丸山応挙、曽我松柏など、京都画壇の存在も忘れてはいけません。3名とも独自の路線を貫いた絵師たちです。三者三様、画風は全く異なりますが、それぞれに魅力があります。明治時代。明治時代は文明開化で本当に何もかもが大きく変わりました。江戸時代に流行した浮世絵は、明治期になり、さらにハイクオリティになります。その背景には、版画技術の向上や、西洋から輸入された安くて発色の良い人工顔料などがありました。明治錦絵は江戸時代の浮世絵とはまた違った魅力があって面白いです。西洋の新しい技術を積極的に取り入れる一方で、日本画のさらなる発展を願う思いもありました。新しく入ってきた西洋美術が流行する中、ペノロサや岡倉天心たちは日本画をさらに一段階押し上げられないかと考えます。美術の学校などが作られ、教育体制も整い、西洋画の技法を取り入れた新しいスタイルの日本画が育っていきます。岡倉天心の弟子であった菱田春草や横山大観は、輪郭線を描かない技法を考え出しました。ここでは猫の毛並みに輪郭線を用いず、墨のにじみを生かして柔らかさを表現しています。この技法は最初は日本画の世界ではありえないと批判されましたが、次第に受け入れられていきました。大正時代以降は画家の個性が重視されます。近代は資料もたくさん残っているし、有名画家も新しい技法もジャンルも増えたため、一言で紹介するのはとても難しいです。近代の日本画家では、個人的には竹内栖鳳、早見御舟、上村松園、横山大観などが好きです。また、大正時代になると、浮世絵、錦絵はメディアとしての役割は終えましたが、代わりに芸術品としての価値が高まりました。ありがとうございます。日本絵画史についてでした。本当はもっと紹介したい作品は山ほどあったんですけれども、今回はなるべく全体がわかるように、一つの動画の中で全部の時代についてお話しするっていうコンセプトで作ったので、こういったまとめ方になりました。時代ごとの細かい美術史なども、もし今後機会と需要があればやってみたいなと思っております。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。